こんにちは、高橋です。今日のご飯はですね、和食里に行きたいと思います。なんとね、ここも障害者割引使えるんですよ。 5% 引きだけど、こんなんじゃ消費税も払えないんですけど、まあ障害者も強く生きねばっていうことで、今日はレテンジャダムとの思い出の話をしていきたいと思います。レテンジャダムっていうのは現在登録者40万人ぐらいの無敵の人系 YouTuber なんですけど、まあ僕の視聴者層とはだいぶずれあるので、ご自身の責任で見に行ってください。まあそんで、去年の夏、当時はね、登録者まだ20万人くらいだったのかな、僕はレテンジャダムさんとコラボさせてもらって実際に動画撮ったんですけど、まあいろいろあって最終的にコラボ撮影はボツとなりました。いわゆるお蔵入りです。で、ついでに僕もその撮影自体がちょっとショックだったのか、ボツが地味に再発しちゃって、いろいろ考えさせられました。今日はそんな僕の思い出話をいろいろ話していきたいと思うので、お付き合いいただけたら嬉しいです。去年の夏、コラボ撮影は新小岩で行われました。彼らは当時はまだ新小岩の通称ジャダレテハウスでルームシェアをしていたので、そこに僕が赴いたって感じです。ちなみに新小岩って調べたら、治安悪いとか、月曜から夜更かしの常連の街だとか出てきたので、この街がレテンジャダムを育んだのかなと、なるほどと思いましたね。僕が駅に着くと、彼らはいつものジャージに下駄みたいな格好で迎えに来てくれました。その時の印象は優しくて穏やかな人でした。こんなこと言うとなんか営業妨害だからやめてとか言われちゃうかもしれないんですけど、彼らね、ほんと低調で低姿勢ですごいいい人でした。撮影外は、まあ、そもそもこのコラボ撮影を誘ってくれたのはレテンさんからで、 Twitter の DM で誘ってくれました。事前の打ち合わせの時もたわいもない世間話もしてくれて、僕は今まで YouTuber の方とコラボした時は事務連絡しかしてなかったので、なんか嬉しかったですね。で、僕らはカフェに入って撮影の打ち合わせをしました。この時からでも歯車が狂い始めるんですけど、僕がここに来るまでに聞かされてたコラボ撮影の内容は、レテンさんがシックスパッド、あのブルブル腹筋マシーンで痙攣すると、で、その状況にチック症の僕がいて真似されたんじゃないかとレテンさんに怒るみたいな、ちょっと攻めたコント的なのをやることになってたんですよ。で、そのくらいなら僕もまあギリセーフかなと思ったんですよ。病気をネタにするのって、まあその病気を持つ人全体のイメージを背負うわけなんで、まあ結構シビアですよね。でもその案がなんか変わったとかで、ここでは言えないような、まあ結構ね、過激な内容のものに変わってしまったんですよね。まあその時僕はあれあれ変だなとも思ったんですけど、まあここまで来て無理ですとも言えずに引き受けちゃったんですよね。で、街を歩きながら撮影しましたと。で、その撮影がさっきも言ったんですけど、ちょっとやりすぎ感ありまして、まあいわば女優さんがいつの間にかグラビアデビューさせられてたみたいな感じですよ。どん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 過激になっちゃって、これ世に出しちゃっていいのかなと思いましたね。で、僕自身もなんか結構辛かったんですよ。なんかね、ネタとはいえども結構いろんなこと言われたんで、うって来ちゃいましたね。なんか高校の時にちょっと人間関係うまくいかなくて、チクをからかわれてた時があったんですけど、その時のことフラッシュバックしちゃって、そしたら急に頭真っ白になって回んなくなっちゃって、表情もなんか硬くなって、あれちょっとやばいぞって感じになりました。いや、鬱とかとっくに良くなってて、自分はもうタフなんだと思ってたんですけど、それは間違いで、普通に傷つきやすいガラスのハートでした。思った以上に脆かった。で、なんかもう頭割んなくなってきちゃって、本当にやばいぞって思ったんで、適当な理由つけて帰りましたね。で、その場から離れたら急に体調良くなって、ひとまずはほっとしたんですけど、その日はホテルに泊まって、その次の日朝起きると急に体動かなくなってて、結構うつ 120% モードになっちゃったんですよ。ああ、自分では全然大丈夫だと思ってたけど、しっかりダメージ受けてるわって思いました。で、なんでこんなこと今更言うかっていうと、別に黙ってりゃいいんだろうけど、逆に言っちゃダメな理由もないじゃんね。別にレテンジャダムさんのことを責めてるわけではないんですよ。彼らも動画外では優しかったですし、まあ YouTube のためには何でもできるような、逆に僕からしたらすごいと思います、その熱量は。ただ自分の病気のことって、こんな自分でネタにしてるような人間でも意外と他の人から言われると
ショックなんですよね。改めてなんか考えさせられました。ちなみに僕は MeToo 運動をしたいわけでも、私たちは変われたと言いたいわけでもないんで、エテンジャダムのことを絶対責めないでくださいね。勝手に動画のネタにしたの僕なんで。しかもちゃんと謝罪してもらってますし、時効ですよ。もう時効。この動画地味に再投稿なんですけど、1回目に上げたやつとだいぶ内容変わってると思います。今見てもらってるのがリアルで、なんか正直に言った方が面白いなと思って再投稿しました。というわけでご視聴ありがとうございました。皆さんが見てくれてることがね、本当に応援というかパワーもらってるので、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。